土佐藩に生まれた幕末の藩士で薩長同盟を結んだ人物と言われてるんです、ね、簡単じゃないですか。2010年 NHK の大河ドラマで福山雅治さん主演でその人を演じておられます、ね、その歴史上の人物の名前とは、はい、ありました。何龍馬。ヒント出しすぎちゃう。何で下の名前まで言っちゃうんですか。ちょっと難しいかな。全員分かったわ。じゃあ選択問題でお答えください。選べちゃうの。こんな優しいのに選べちゃうの。1番坂本。どこで盛り上がるの。2番片岡。3番亀井。4番サード村田。サードって言っちゃったからね。5番安倍晋之助でしょ。下の名前まで言っちゃってるから。6番もういいよ。ただ上からスタメン発表してるだけじゃない。6番レフトアンダーソンまで言わせてください。いらねえよ。誰がアンダーソン龍馬選ぶの。お願いしますよ。本当に野球の話いいから。野球が好きなんだよ。野球の話ばっかしてたら人気出ないだろうがよ。え、若手芸人なんだから若い女性もいらっしゃるんだ。若い女性も分かるような話をしなさいよ。じゃあもうちょっと可愛い話がよかった。可愛い話がいい、ね、可愛い話、可愛い話ばっかりね。オグリマットの世界記録を。可愛いの話だったどうもありがとうございました。だからね、無理しないで見ててください。先ほどね、はい、1回目の最後に謎かけやりました、ね、やりました。これはね、結構盛り上がったんですよ。盛り上がりましたか。謎かけが得意なんです、千谷君。見ました。さっきはね、まあ、もう素晴らしい謎かけを披露しましたね。ですから2回目もね、謎かけで締めていただきたい。私もあるで、まあ、1回目来てないお客さんもいますんで、もう1回説明しておきます。ねずっちの一番弟子です。ねずっちの一番弟子としてこの謎かけ得意としておりますが、師匠のねずっちはこの場でお客様からお題をいただいて即興で整いました。やります。ただ皆さん今日はご安心ください。お題をいただくような手間は取らせません。はい、はいね、お互いのために。今日のちなみにお題は何でしょうか。やはり倉敷市。倉敷市で、はい、それでは謎かけで締めましょう。倉敷市でお願いいたします。整えてきました。整えてきました。倉敷市とかけまして、倉敷市とかけまして、ただいま到着されたそうでございます。トトク。その心は。来たそうじゃ。来たそうじゃ。ね、来たが来たにそうじゃし、ね、攻めた、攻めて失敗しました。失敗じゃねえよ。ちょっと1回目のやつがいいんじゃないですか。もう1回、1回目聞いてないし、1回目のやつ、もう1回、あの名作お願いします。名作って言って、はい、誰か射殺してくれ。ダメですよ、撃たないでください。ダメです、撃たないでください。ねえ、いいしないと。ダメですよ。じゃあ1回目のやつね。1回目、じゃあ1回目のやつ聞いてない程度お願いします。お願いします。整えてきました。整えてきました。倉敷市とかけまして、ここは麺類の定食はないですかと。とその心は。そばにはセットないかい。これはすごいでしょ。これお願いします。ありがとうございます。北そうじゃダメですか。北そうじゃって何なんですか。北、ここの倉敷市の北側がそうじゃ市なんですね。あ、分かった。そっか、あんま、あれ、まあ、知らない。知らない。そうですよね。あ、よかった。彼が言うんだから間違いないですよ。10年後海賊王になるんだもんな。そうだよね。度胸があるからやっぱり、じゃあね、もう一回あれですか、お題いただきましょうか。ダメダメ、1時に出したでしょ。1時にファイナルファンタジーっていうお題出したでしょ。え、タロットカードって何だ。分かるよそれは。何タロットカードなんで。お昼がこれファイナルファンタジーで第2部がタロットカードなんだ。タロットカードちょっと難しいな、ね、ちょっとタロットカードないな。他にお題ありますか。タロットカード以外でタロットカードにしますけど、あのやっぱ女の子いたよ。ちょっと何出さない。え、書いてあったでしょ。アリオ。あ、こういうことでしょ。アリオだよ。いい子だね。いい子だね。整いました。整いました。アリオ。
屋敷とかけまして、うん、音楽と解く。その心はいろんなテンポがあるでしょう。おいおいおい、やっぱタロットカードでしょ、ね、え、やっぱタロットカードがやってくんないとね、うん、分かりました。ここにいる全員が危ないかもしれないから、分かりました、分かりました。彼のパワーによって一瞬に消されちゃうかもしれないから、すげえ覇気持ってんだね。タロットカードね、ちょっとだけ時間もらっていいですか。ちょっとだけね、はい、私のモノマネあったかな。じゃあスーパーマニアックモノマネ。犬のくしゃみ。ありがとうございます。入ってる、もういいですか。できました。それでは最後お願いいたします。整いました。整いました。タロットカードとかけまして、うん、非売品と解く。その心は占い。ありがとうございます。おい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 。いいじゃん、いいじゃん、それ。ありがとうございます。お褒めの言葉いただきました。いい、いただきました。ということで、プレゼントコーナー行きましょう。はい、はい、まあ、1時の分もね、ありましたけれども、我々のサイン色紙ということでございます。じゃあちょっとね、はい、昼の部はね、簡単な問題が多かったからね、難しいもんでしょうかな。1時の時もらった人はちょっとね、そう、その人はもうやめましょう、ね、じゃあ問題、第1問クイズに答えられた人、昼の部もね、出した似たような問題、うん、M1 グランプリ、うん、もう覚えてないかもしれないけど、3年連続で決勝戦行きましたけど優勝できなかったんですよ。そうなんですね。その時のね、順位何位だったでしょう。2008年から。これはお笑いが相当好きな人じゃないですか。ピッタンコ当たった人しか当てないよ、3年間の順位。これはね、ナイツの M1 の順位、絶対分からないでしょ、これ。あ、もうでも当てずっぽでどんどん言ったら当たる。決勝出てさ、優勝しないと2位しかないよ。2位、違う。はい、え、3位、違う、2位にはなったことない。違う、違う。じゃあヒント、はい、下がってます。お、どうした。まさかだけど女性じゃないよね。男だよね。それはいい。いいよいいよ、言って。ない、うん、答えていいよ。567、ファイナルアンサー。お、違います。違う。さあ、他に調べてもいいですよ、あんた帽子の男の子。違う。はい、緑の。3、4、5。すげえ惜しい。惜しい。すげえ惜しいよ、じゃあメガネの女の子。正解。